はい、どうも、バタデン2100です。今回開封するのは、東京で買ったもの最後です。プラレールショップで限定の E233K 京葉線です。これは、プラレールショップ、東京駅のプラレールショップで、2376円でした。で、まあ、ここ後ろにもいますが、E233K がこれを買ったことで、全種類です。いよいよコンプリートしました。0、1000、2000、3000で4000がなくて5000で6000、7000、8000ですね。なんで4000がないのかちょっとわかんないですけど、もう E233 系はこれ以上出ないかな。シリーズ E233 京葉ライン。もう E233 系が最初に出たのが2006年だけど、もうだいぶ経ってますね。でも思ったより結構ね、この京葉線好きなんですけど、ちょっと時間の都合上見れませんでした。東京で見たのは0番台、1000番台、3000番台、7000番台ですね。で、1000番台は実際に乗りました。動画出したように、品川から鉄泊のある大宮まで1時間乗りました。結構ね、都会の人は結構なんかこの車両たちはなんか乗り心地が悪いとか言ってますけど、まあ田舎民からしたらあれで十分です。十分乗り心地いいです、あれ。はい、じゃあ開けます。さあ、どんなんか。もう金型はまあ一緒だけいいんですけど、色がなんか薄いって聞いたんですよね、これ。ああ、もうなんか薄いな、これ。結構ね、肉眼だとまあ、思ったよりは、あれかな、濃いかな。映像で見るよりは、あれ。はい。プラ電車カードじゃないわ。遊ぶ時のお願いが入ってます。ちょっと顔面隠れるけど。もう E233 系だいぶ開封したんで、いいですね、これ。何回開封動画出したんだろう。最低でもこの今置いてある編成分は全部撮ってアップしてますね。よいしょ。とい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 。はい。じゃあ、後尾車から。行き先は各駅停車、東京行きです。ちょっとやっぱ薄いですね。でもちょっと限定品なんで、ちょっと塗り替えはさすがにしませんね。まあ、しませんって言っても、ここによる7000番台埼京線も結局塗ったんですけどね。ちょっと失敗気味ですけど。これはちょっと7000番台、これ一番好きなやつなんで、ちょっと許せなかったので塗りました。けど京葉線はまあとりあえずこのまんまにしときます。ちょっとなんか205系っぽいですね。まあ、肉眼で見たら思ったより濃いです。はい。で、次、中間車。もう中間車は変哲がない。何の変哲もないですね。で、後尾車。後尾車じゃねえわ。先頭車ですね。これもこの、なんだっけ、先頭車のテールライト部分は、このように消します。ここね、ここ。そうでもしないとね、ちょっとリアルさに欠けるということで。なんか常になんかついとるみたいな感じになってますね。
はい、こんな感じです。よいしょ。普通に動きますね。はい、こんな感じです。じゃあ今回は こちらのプラレールショップ限定 E233 系京葉線を開封しました。それではさようならですが、ちょっとね、せっかくなんでこの車両と全部3両編成つなげて並べてみたいと思います。はい、ということで広い部屋で全番台並べてみました。0番台から1000番台、2000番台、3000、5000、6000、7000、8000です。こうやって見るといいですね。かっこいいです。すごい。初めてだな、こういう通勤電車を全部こうやってコンプリートするのは初めてですね。日本で一番多い車両も E233 系ですけど、うちの家でも一番多い車両になりましたね。まあでもさすがにフル編成化とかはしますね。さすがに中古とかまあないし、そんな長くする必要ないと思って。でこの2000番台と8000番台が改造品ですね。まあ7000番台も塗り替えたんでほぼ改造みたいなもんですけど、どうなるんだろう。これとこれが発売されるかが気になるとこです。なんか発売されん気がしますね。しますね。しますねって言っちゃった。はい、じゃあ今回こちらのこれ5000番台を開封して全部 E233 系全種類揃いました。それではさようなら。